川合光徳は映像ジャーナリスト、元 NHK プロデューサー、NHK エデュケーショナル所属、元女子美術大学教授。NHK に入局以来39年にわたって現代史、芸術、科学、宗教などを切り口にドキュメンタリーを制作。現代の課題に独創的な方法論で切り込み、テレビならではの画期的な問題提起をするスタイルが特徴。 丁寧で幅広い取材に裏打ちされながらアイデアを確実に映像で表現することを試みてきた。これまで制作してきた番組は国内外の賞で入賞するなど、その独自の手法は評価を得ている。1981年のドキュメンタリー、ガン宣告は文化庁芸術祭参加作品として注目され、ガンがまだ一般には告知されていなかった時代に、それを患者に告げ、 末期医療をどういったかを映像で記録した貴重なドキュメンタリーとなった。その後、1990年代後半に起こった地域通貨ブームを先導することになったのが、作家ミヒャイル・エンデが残したテープを元に制作したエンデの遺言根元からお金を問うである。インターネットを使った新しいドキュメンタリー、地球法廷の試みも当時のメディアに取り上げられたり、 現代の新しい番組に活かされている。現在は NHK エデュケーショナルに席を置いて映像制作を続けながら女子美術大学のアートデザイン表現学科で教弁をとっている。他女子美術大学同窓会ホームページブログアーカイブ平成26年度神奈川支部総会上映会講演会のご報告 NHK スペシャル長崎の子映像の記憶 話運の下に生きて NHK 名作戦 NHK アーカイブスありがとうございます。